自立して働き始めてちょっと大人になれたかな。よし、子供たちのお迎え完了。今日はお袋の調子がいいからちょっと休憩。でも正直上司とも同僚ともうまくなじめてない。ご飯作って早く子供寝かせて残業しなくちゃ。このまま一人で介護を続けられるだろうか。誰も私のことなんて必要としてないのかも。頼れる人がいなくて心も体も苦しい。この辛さは誰にも分かってもらえない。私やばいかも。自分の心を守るために頼ることは誇らしいこと。埼玉県の孤独・孤立対策ポータルサイトでは、さまざまな悩みに応じた相談窓口を紹介しています。あなたのための相談場所があります。ぜひお気軽にアクセスしてみてください。埼玉県では多くの団体や企業があなたがいつでも頼れるように準備をして待っています。ご自身のタイミングで良いので、決して無理をせず私たちを頼りに来てください。また今年の12月20日21日にはメタバース空間バーチャル埼玉でつながる埼玉フェスタを開催します。県内の団体が相談会や取り組み紹介を実施する予定ですので、こちらも覗いてみてください。自分の心を守るために頼ることは誇らしいこと。いつでも待っています。